SXWindow とは、SharpX68000 シ,シリーズに1990年の Expert2 Pro2 Super HD 以降、標準添付されていた Window システムである。別途ソフトウェアのみがパッケージ販売されているため、標準装備になっていない機種や、新しい版のシステムは別途購入し、使用することが可能であった。SXWindow は、 標準ロスのヒューマン68キロと強調して動作している。したがってヒューマン68キロから見れば SX ウィンドウは1プロセスに過ぎない。SX ウィンドウは1プロセス内で各タスクを扱っている。X68000 シリーズはリニアードレッシングなので素直な構成で作られている。SX ウィンドウは当時のウィンドウズやマッキントッシュと同様。 イベントドリブンによるマルチタスクである。画面のデザイン、配色などは NEXT の GUI に近いイメージで作られていた。同時期に OS、ニアエイコーンアーカミですが、同種のインターフェースを採用しているが、対象物に対して右ボタンクリックでコンテキストメニューを出すシステムは Windows や MacOS よりも SXWindow の方が先であった。画面モードは、 X68000 の高解像モードである768、512実画面1024、1024の16色が使われていたが、バージョン3より、グラフィックウィンドウ導入によって、高解像のままで、最大512、512、65536色を出せるようになった。これは、GUI 部分をテキスト画面で描画し、グラフィック部を グラフィック画面でウィンドウを描画しているところに従来はテキストグラフィック双方の解像度を合わせてグラフィック部分も16色に制限されていたのをテキスト画面とグラフィック画面の画面モードを変えて重ねることでグラフィックウィンドウ内部のみを65,536色モードに変えることが可能になった。X68,000 の持つ CRTG の柔軟さが活かされている。 ファイルシステムはヒューマン68キロと同一であり、マッキントッシュと違いリソースはファイルとして持つのでデータファイルは純粋にデータファイルのままである。後にシャーペンという強力なカスタマイズ性と機能を持つテキストエディタが付属した。定義ファイルと内外コマンドによってエディタワープロ、コンソールウィンドウと形態を変えることができる。シャーペンカスタマイズコンテストも行われ、 ユーザー独自の定義ファイル、外部コマンドが応募された。シャーペンの文書ファイルは、テキスト部と装飾部に分かれ、装飾部を外すだけで、即、テキストファイル化が可能であった。装飾部は、テキストの最後に、EOF コードが付きその後に、バイナリで付加される。イメージを貼り付けた場合は、テキスト部で該当するところには、絵という文字が挿入される。 バージョン3.1が最終である。SX Window 及び Human 6 8キロはフリーウェアとして公開されている。ありがとうございます。